こんにちは、シンダイリーメンバーのすずです。本日は就活生から人気の高い IT 業界、広告業界、食品メーカー業界に内定した方々に来ていただいて、内定したコツやどういう風に就活を進めていたのかをお聞きしていきたいと思います。ということで本日お話をお聞きするお三方です。竹もこさんから自己紹介お願いいたします。竹もこと申します。新卒で、Yahoo に入社して、で今年の3月に独立して、いろいろやっているフリーランスとして働いています。元サイバーエージェント社員のひなのです。今はですね、学びインターナショナルというシンガポールのスタートアップで働いています。医療メーカー社員のキーです。今日は社会人枠として出演させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず初めにお聞きしたいのが、就活どういうスケジュールで進められていたのか、どういうスケジュールでいつ頃内定が出たのかっていうのをお聞きしたいと思います。一番最初に就活っていうのを意識し始めたのは大学3年生の時の6月あたりで、夏インターン受けて、でその流れで秋インターン、冬インターン受けて、で一番最初に内定いただいたのが大学4年生になる直前の3月、で今の会社のところが4月にいただいて、で就活終了したという形になります。で次、ひなさん、どういうスケジュールで進めていつ頃内定が出ましたか？まず就活スタートさせたのが大学3年生の夏で、12月に受け始めて2月頃に出てっていうようなスケジュール感です。で最後に竹もこさん、どういうスケジュールで進めていつ頃内定が出たのか教えてください。通年やってる、それこそベンチャーに出し始めたのが3年の秋冬ぐらいで、でヤフーに内定いただいたのが3年生の3月でも、私も第一志望だったので、そこで終了したっていう感じです。じゃあ次なんですけれども、ズバリなんで内定をもらえたのかっていう、自分で考える内定をもらうコツみたいなところをちょっと教えてほしいなと思ってます。2つも意識してて、まず1つ目は客観視すること、なんか自分ではイエスかけたつもりでも実際に他者から見てもらうと伝わってなかったりだとか、あとは誤字脱字があったりだとか、そういうところを、イエスに限らず面接であったりも含めて見てもらう、過信しないっていうのを、この信頼にっていう中でも結構やってたかなっていうふうに思います。で、あと2つ目はやっぱり経験を積むってところかなっていうふうに思っていて、 ES にしろインターンにしろ面接にしろ、もうその自分があんまり興味がない会社業界であっても、機会があったらちょっと応募してみようって、その場で出会ったいろんな人と、こういう人もいるんだ、こういう時にはこういう風に返したらいいんだなっていうのをこの経験してって、スムーズに喋れるようになったり、スムーズにイエスかけるようになったっていうのもあるかなっていう風に思います。こういう人とメーカーが分かりやすいとかっていうのはありますか？メーカーならではでいくと人柄のところかなっていう風に思ってて、メーカーの面接って結構性格だとか、その幼少期どういう人だったかみたいなことを聞かれる人が多くて、その自分の人柄っていうのをすごい重視してるんだなっていうのは、面接の中でもイギリスの中でも感じたかなっていうふうに思います。じゃあ続いてひなさん、はい、ズバリなんで内定をもらえたんですか？2つあるかなと思っていて、はい、1つが結構自己分析を徹底してやりきったっていうところかなと思ってます。やっぱりこう自分が何を求めるかとか、どういう状態でやりたいかとか、どういう環境で働いてどういうスキルを身につけたいかっていうところをすごい明確にしていたので、そこがフィットした会社から内定をもらえたのかなというふうに思っていました。で、2つ目が自分が心がけてたこととしては、素直で居続けることっていうところで、やっぱりこう自分をいいように見せようって思いがちかもしれないですけど、フィルターがかかっちゃってお互いは理解できないので、そこはすごい意識してました。サイバーさんに内定をもらえたのは何だと思いますか？あ、でも後者の素直でいることみたいなすごく重要で、なんかサイバーエージェントの採用方針として素直でいいやつっていうのを挙げてるんですね。ですね。で、本当にそれを社員の皆さん体現されてるなっていうのは、すごい自分が外から見てても中に入っても感じたこと で、そこはやっぱりこうカルチャーとして人としてフィットしたところなんじゃないかなっていうのはすごく思います。で、もう一個はやっぱり若手からどんどんチャレンジするしなきゃいけない、それが活躍できるこうポイントでもあるような環境なので、私のその大事にしていた就活の軸の一つとして、若手から裁量を持って働けるというところがあったので、そこもフィットしてたっていうのもあったかなと思ってます。
じゃあ続いて竹もこさん、なんで内定をもらえたのか教えてください。はい、まず自分の中で大事にしてたのは一貫性っていうところで、もう本当どの企業を受ける時も結構同じことを話してました。もちろんそのフィットさせるっていうのは大事なんですけど、基本的には同じことを話すようにしてて、まあ、もう一つはもうちょっとこう戦略的な話をすると、やっぱり企業分析っていうのは結構、はい、してました。その企業がどういう今フェーズにいて、どういう人を欲してるのか、でかつ自分がどういう人なのかっていう、ここが合わさるところを受けるようにはしてました。じゃあ続いて皆さんがガクチカで何を話したのかっていうところを聞きたいんですけれども、キーさんから聞いてもいいですか。はい、ガクチカあったんですけど、一番対話してたのはベンチャーでインターンしていた時の話、長期インターンの話で、シュンダイリーとは別にフードロスを削減することを目的としたベンチャー企業で働いていた経験があって、そこで営業経験があったので、結構数字の面でもチームの働き方の面でもエピソードとして話しやすかったっていうのもあって、そこを学知化として話してました。私2つあって、はい、企業によってどっちを出すかみたいなの書いていて、で1つは、アメリカに留学してたんですけど、その時に英語全然できない中飛び込んで現地の学校のイベント運営チームみたいなのに参加しましたっていうのと、もう1個がインターンで1週間泊まり込みのインターンをして100万円投資してもらって、みんなで事業やるっていうインターンで、どっちも共通するのはめちゃめちゃ壁にぶつかったんですよで、その困難の中、自分がまあどういう壁にぶつかってどう行動して何を学んでいったかっていうところを中心に話しました。私は大きく分けて3つで、まあ、インターンしてた時の話と、はい、大学2年生の時ミスコンに出たので、はい、まあ、その時のお話、はい、と3つ目が中高の部活の話とかをしてました。その時部長やってたので一応リーダー経験みたいな話としてそこを話したりとかしてましたね。で最後に当時の就活振り返って、まあ、IT とかメーカーとか広告とかに行きたい就活生に向けてアドバイスとかメッセージあればぜひいただきたいです。楽しむっていうのはすごい大事かなというふうに思います。はい、インターン今だと結構リアルのものが増えてきているので、そこで出会った就活仲間っていうののつながりで、社会人になってからも仲良く飲みに行ったりとかもできると思いますし、まあ、それで勇気づけられたりだとかモチベーションになることもあると思うので、なんかそういう、まあ、出会いの場としても、その楽しんでほしいなって思いますし、もう今社会人になって思うのは、本当にこんないろんな会社を見れていろんな社員さんに話を聞ける機会ってないので、その就活生という特権を生かしてもういろんな経験をして、まあ、楽しんでほしいなって思います。飲料メーカー受けてる就活生、何かアドバイスありますか。メーカーって自分の会社の商材を大好きな人が多いので、やっぱりまあ広告とか、まあ、そのお店に並んでるのとかを見てみるっていうのだけでもモチベーションも湧くし、自分の理解にもつながると思うので、まあ、そういう日常から楽しむっていうことを大事にしながらやってみるといいかなと思います。ありがとうございます。アドバイスみたいなところで言うと、やっぱ行動量かなと思ってて、早め早めにやっぱりこうインターンだったりとか、その面接受けたり合同説明会行ったりとかして、いろんな社会人の方々とお話しながら、自分はどういうことを求めるかとか、どういう働き方したいか、逆に嫌なのってどういうところだろうとか、だからこういう働き方は嫌だなとか、そういうところを、まあ、早めにやっぱ明確にしていく。でそれを何回も何回も繰り返すと、どんどんブラッシュアップされていって、なんか本当にこう自分のコアの軸っていうのが見えてくると思うので、まずは行動量っていうところで、まあ、早めにこう行動して、どんどん自分の軸を明確にしていく。サイバーエージェント受けてる方々にメッセージとしては、どっちかっていうと、そのサイバーエージェントってこうベンチャー気質のあるような企業なので、ベンチャーの業界でいろいろ例えば面接を受けてみて、こうどういう感じなんだろうっていうところをなんか面接ならししたりとか、あとはこう自分がそういうベンチャーのインターンシップに行ってみて、どういう働き方ができそうなんだろうかっていうところを知ることによって、こう結構準備ができたりすると思うので、そこを行うことと、あと社員さんが結構時間をすごいくれるんですね、就活生に対して。で、本当にすごい人がいい方々が多いので、たくさん先輩方のお時間を頂戴して、企業分析をして、あ、こういう人たちみたいになりたいなとか、こういう風な働き方がしたいなってところを明確にした状態で受けるといいかなとは思っています。
うん、ありがとうございます。今思うとなんかもっと中長期的な視点を持って就活を捉えるといいかなとは思います。なんか今この目の前の企業しかダメだとかそういう風になっちゃうとほんとしんどくなっちゃうんで、うん、ここも一つの選択肢のうちだし、ここダメでもまあ別にここ行ってもいいかなみたいな、うん、将来どうなるか分かんないしなぐらいの余裕を持って挑んだ方が、まあ、面接もねリラックスして受けれるしいいこと尽くしなので、まあ、ちょっとリラックスして挑んでほしいなと思います。ということで今回は就活生に人気の広告 IT メーカーの内定を獲得したお三方に来ていただき、内定のコツについてお聞きしていきました。この動画が就活生の参考になれば幸いです。ということでお三方本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてねー。